なかったんですけどね。だからちょっと下からです、コードが足りなくて下からになっちゃいます。こんばんは。キヨさんハートありがとうございます。カイザーソゼさんだるまありがとう。ケンケンさんありがとう、ありがとう。ズミーさんハートありがとう。デコさんお疲れ、ユウキさんお疲れ、ありがとう。さわやかさん花火ありがとう。シンチュラさん、タカさん花火ありがとう。さわやかさんお疲れ、ありがとう。ひなたさんお疲れ、ありがとう。タカさん、おみかんさん、ヨシーさんお疲れ、ありがとう。サルトビニザイモンさん、金魚ありがとうございます。ベレッタさん、花束ありがとう。バレた、大きな蝶が止まってる。瀬戸宗、あ、瀬戸宗どうでしたか？今日は本当聞いてほしかった。マリトッツさん可愛い、ありがとう。新一郎さん花火ありがとう。ちょっとね、選曲が結構受け狙ったので受け狙ったので、また聞いてない方は聞いてください。なべなべさん、タコありがとうございます。こんばんは。ぜひラジコの方でまた聞けるので聞いてください。私関西弁出ないですね、もう何回も説明してきたけど、まあ確かに初めての人は分かんないよね。私が関西弁じゃない理由が分からないですよね。おとさん可愛い、ありがとうございます。こんばんは。そうですよ、毎回見てたらいつか分かります、私が関西弁じゃない理由が。だから配信をよく見に来ることですね。うん、なんか私方言が何なんかは分からなくなりましたね。
あれっきりこれっきりそんなのなんかこんなんない？かわいい振り付けやってみたい。あ、バンジージャンプ、そうなんですよね。28頑張ってきてほしいです。私はバンジージャンプ飛ばないんですけど。多分ね、私ねバンジージャンプ結構やりたい方なので、リアクションがそんなに面白くないんじゃないかなって思って外されたんじゃないかな多分。フォローしました、ありがとうございます、フォローしてくださって。多分ね、私321ですぐに飛んじゃいそう、飛んじゃうと思う、私がバンジージャンプをしたら。なんかそんなになんか怖いって思わないと思うんだよね。うん、そうそうそう、取れ高が低そう、うん、って思われたと思う。多分なんかキャラ的にさ苦手そうな人とか、なんかリアクションが大きい人と大きそうな人とか、もう本当に本当になんかこう怖がりそうな人をさ、やっぱこう撮りたいっていうか、やっぱそっちの方が盛り上がるじゃないですか。うん、やっぱバンジージャンプって言ったらなんかこう一斉のじゃあ行きます、321バーンみたいな感じで飛ぶ人よりさ、なんかうわーやだやだやだって暴れて泣いて飛ぶ人か、それかもう飛んだ時にもうめっちゃなんかもう下に落ちてももうめっちゃ声が聞こえる子リアクションがめっちゃ大きい子とかの方がさいいじゃないですか。だから多分私の場合はもう普通に321じゃあねバイバイヒューンとかねなんか黙って降りられそうなんですよ。うん、だからうん、だから選ばれなかったんじゃないでしょうか。別にあれですよ、あのバンジージャンプを飛びたいとか選ばれなくてもうめっちゃもう本当に残念みたいな感じで思ってはないんですけど思ってはないですよ、まあ、むしろちょっとラッキーって感じですね。まあ、別にどっちでもよかったですね。飛んでもいいし飛んでもいいし、まあ、別に飛ばなくてもいいしみたいな、めっちゃ嫌ってわけでもないし、めっちゃ飛びたいめっちゃバンジージャンプしたいってわけでもないし、まあでもどっちかって言ったらバンジージャンプしてみたいかなみたいな感じですかね。絶叫系、うん、絶叫系も全然乗れますね、私は。熱帯雨林さん、花火ありがとうございます。アンニョンさん、クジマサさん、ベルビアンカさん、花火ありがとう。ヨタさん、かわいい、ありがとうございます。
多分そんな高所恐怖症とかでもない、まあ、ちょっと若干、まあ、高いところ立ってうわ怖いとかはあるけど、もうめっちゃなんか動けない、動けなくなるほど別に怖いわけでもないですね。こんばんは。閉所恐怖症？そうでもないですね。恐怖症系は何でしょうね。分からん。別に高いところもそんなに怖くないし、狭いところとか閉じ込められてもそんなに怖くないし、暗いところもそんなに怖くない。案外何でも平気かもしれない。ないかな。どっちかというとね、暗いところの方が好きだしね。なんかショールームとかやってる時は、まあ、もちろんこうやって電気つけてるけど、ショールームとかしなかったら基本的にライト1個とかで夜はなんか落ち着きたいからそれで過ごしてたりしますね。っていうのを今日メールに書きました。花火ありがとうみんな。 Thank you。 めっちゃ明るくてにぎやかな方が苦手。でもどっちかっていうとそうかもし、でもどっちかを選ぶなら明るいところと暗いところを選ぶ、めっちゃ眩しいところとめっちゃ暗いところを選ぶんだったらめっちゃ暗いところの方を選ぶと思う。押し入れの中、あ好きですね。なんか狭いところの方がむしろ好きかも。だから閉所恐怖症とかじゃないね。極端な話ですね。暗くてにぎやか、にぎやか、いや静かな方がいいかもしれない。めっちゃうるさいのともう超無音状態だったら無音の方を選びますね。それで隅に、結構壁にくっついてたりしますね。なんか虫みたいですね。なんか暗くて静かで隅っことかに。ああ図書館いいですね。なんかの虫みたい、小ジムシ。でもなんか私がなんか結構そういうところがあるので、なんか明るい子とかは明るい子がこう引っ張り出してくれるとめっちゃ助かる。なんか自分からその光の方へは行かないから、光を灯してくれるとすごくありがたいです。お風呂も暗くしてる。お風呂入る時もね電気つけない。あんまり、まあ、つける時もあるけど、お風呂入る時はもうなんか間接照明のなんかちっちゃいやつだけとか。怖い？ホラーだからホラー好きなんですかね。真っ暗じゃないけど、なんか節約とかでもないんだけど、あ、そうそう、寝る前ちょっと暗くした方がなんか睡眠、なんかいい睡眠がなんか取れる、質のいい睡眠が取れるっていうのも知って、だからもうこんな光と明かりをつけてない、
こんなのもあの配信の時だけって感じですね。それ以外は、それ以外は本当になんかお風呂の電気、まあつけるのはつける、つける時もつけるんですけど、けどなんか疲れてる時とかは結構暗くしがち、全部電気つけたりしない。うん、こんばんは。そうですね。でしかもなんか白の光よりオレンジの光の方が好きですね。もうオレンジの夜はもうオレンジの光一つとかでいいですね。昼でも暗くしがち。お昼はでもどう頑張ってもさ明るくなるから。お昼はどう頑張っても光が差し込むからな。もうカーテンはあんまり開けないかもしれない。でもね、うん、天気がいい日とかはとか好きだし、散歩とかには行くんだけど、家にいる時は結構なんか外の世界を遮断したい。なんか外の世界を遮断したいって言ったらちょっと闇深い感じに捉えられちゃうから、なんて言ったらいいのか、なんかもうここは何やろう、落ち着きワールドですみたいな感じにしたいんですよね。この部屋は落ち着きワールドみたいな。秘密基地っぽく。そうですね、秘密基地を作るのは結構昔から好きだったので、探検とかなんか暗いところを掘り進めるみたいな感じ。なんか好きだったから、どっちかっていうと暗い方が好きかもね、なんか。うん、何基地？秘密基地です。タム基地。サミ基地。鍾乳洞行きたいですね。家にテント張ってるメンバーいる。え、そうなんですか。山口有名ですよね、鍾乳洞。
登山するの？あんまりしないですね。あんまりっていうか全然しないです。登山しない。小学校の修学旅行で行きました。お母さんと同じこと言ってる。明日はね、ちょっと頑張らないといけないのよ。なんか毎日明日は頑張らないといけないのよって言ってますよね。本当になんかいつも言ってる気がする。でも最近本当になんかね、頑張ることが多いんだよね。ガンガン鳴ってるミュージック、ヘビーローテーション。カタカナのタカさん、ファイト、ありがとうございます。意識飛ばないように気をつける。そうなんですよね。本当一日、本当にあっという間、一日なんかさっき起きた気がするみたいな。本当あっという間ですよね。8月があっという間かもしれんっていうか、充実してるのはいいことなんですけどね。夢は絶対逃げていかない。から諦めるな。あ、ブログ、本当や、ありがとう、教えてくれて。早くブログ投稿しよう。はい、早くブログ投稿じゃない、早くブログ出そう、出さんと。危ない危ない。鼻の上が茶色っぽく見える。え、なになに、どういうこと。鼻の上が茶色。あ、これ前髪じゃないかな。前髪のあれだと思う。ほら、これから描きます、前髪の影。言われて気づいた。言われて気づいた。前髪の影ですよ。今日ちょっとチーク濃ゆいんですよね。ちょっと濃いめなんですよ。こんばんは。そういえばセトラブ、あ、ありがとうございます。投稿しました、見てください。セトラブいつまで続くのかな。いつまで続くと思う。頑張ろう、でも。完成するまでね、完成するまで頑張ろうと思います。
いやなんか果てしないなとか思って作品完成させて そうですね、完成させます。頑張るよ頑張るよ、いや頑張るよ本当に、頑張るから頑張る 頑張るから頑張る。そうなんですよ、映像関係ってやっぱ時間かかっちゃうからね。 LINE の愛子じいさんのスタンプ取った、お、ありがとうございます。あれですよね、さやかりんのスタンプですよね、お母さんが早速買ってました。明日ちゃんとメイクしていこうかな。そういえばね、ネットで頼んだ T シャツがやっと届いたんです。うれしい うれしい。ヨッシーさん、かわいい、ありがとうございます。うれ、え、び、し。見せて、嫌ですね。嫌 だ。うれてぃ、うれてぃ。嬉しい。T シャツが届いて、うれてぃ。アンピーだったらこれを売れピーって言ってるんだろうな。私 K にしようかな。売れ系 売れ系、小島の系 売れ系、まあ売れ系売れ系 可愛くない、ダサい ダサいダサい、売れ系 ダメ、パクリだね。やめよう やめた、やめたやめた。真似事は良くないですね うん、心の中いつもいつも描いてる夢を乗せた自分だけの世界地図、空を飛んで時を越えて遠くにでもドアを開けてほら聞き行きたいよ今すぐ大人になったら、はい、忘れちゃうのかな、はい、そんな時には思い出してみよう、シャラララララ、いつまでもうんうんうん、
ドラえもん、ふん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 、夢を、ふん、触れさせて。頭テカテカ、それがどうした、未来の世界の、あーよ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 ー、僕ドラえもん、ドラえもん、ほんわかパパ、ほんわかパパ。声出し禁止なので。ほんわかパッパって何でしょうね。猫型ロボと、睡眠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 、今日もいつもの頭が。わからないところを歌わせる方式。睡眠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 、今日もいつもの頭が、いつもの、ぬぬ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 。おお、すごい、分かってる人おる。たなたな、はい、てててて、はい、たなたな、はい、てててて、はい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 。ああ空はこんなに青いのに、風はこんなに暖かいのに、太陽がとっても明るいのに、どうしてこんなに眠いの。はい、睡眠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 不足。眠い時歌うとテンション上がりますよ。こんばんは。歌唱力で奇蹄津大百科歌おうかな。睡眠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 不足。じゃん。タッ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 。やった。やったよ。あはじめて。君たちは、これさ、たまにショールームでやるんですよね。
でもこの歌めっちゃいいよね。普通に歌ったら、普通に歌ってみようかな。普通に歌おうかな。で、眠れない、眠れない夜、君のせいだよ。さっき別れたばっかりなのに。あら、なんてロマンチックな。いい歌。メロディーもめっちゃいいと思う。ハイスタってなんだよ。耳たぶが燃えている。たぶん耳が赤くて、もう燃えてるぐらいに赤くて熱いっていう意味だと思うよ。たぶんもう物理的に燃えてるわけじゃないと思う。ハイスタンダードってバンドがカバーしてたん、あ、バンドの名前、あ、そうなんだ、失礼いたしました、分からなくて、なんだよとか言っちゃった、ごめんなさい。耳たぶが for you 燃えている for you。 うんふん、やったね、やったよ。あー、はじめてのせっぷんでござる。君とせっぷんでござる。あみみむわわわ、拙者初接吻でござる。ちょっと世界観が壊れますね。やめよう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 。よろしくないですね。よろしくない言い換えですね。面白い。はい、なんかこれ以上話すとちょっと変なこと言いそうなので、あっという間に1時間が過ぎました。今日も ゆったりとした1時間をありがとう皆さん。もう最近私はね、喋ったらね、喋ったら本当にね、余計なことしか言わないからね、もう嫌なんだよ。あ、まだ確かに45分ですね。まあ、終わりたいと思います。はい。今日も、私に癒された皆さん、ありがたいと思ってください。ではランキングを読みたいと思います。はい、ありがたいと思え。では終わります。
はい、じゃあ読みますね。はい、13位ソリオさんありがとうございます。12位ヒーくんありがとうございます。11位大津さんありがとうございます。10位キヨさんありがとうございます。10位キヨさんありがとう。9位青高さんありがとう。8位熱帯雨林さんありがとう。7位は新一郎さんありがとう。6位アンニョンアイコさんありがとう。5位はズミさんありがとうございます。4位はカタカナのタカさんありがとうございます。3位はヨッシーさんありがとうございます。2位はクジマサさんありがとうございます。そして1位はベルビアカさんでした。ありがとうございました。 V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  ありがとうございます。ウィーウィーありがとう。じゃあねー、おやすみYo, yo, 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 good night, good night, good night. Bye bye.